はい、どうもトラキチです。今回はですね、ポロスピラビリンスですね、あと23時間と44分ということで、現在2020年6月22日の15時15分なんですけども、15時からね、激ヤバの方が、開放されまして、もうすでに、S ランク契約書取りました。はい、到達報酬のこれですね、 S ランク契約書取ってます。はい、あとこの宝箱報酬のね、やつで S ランク確率 30% 契約書も、まあ運よく一発目で取れましたんで、この2枚を今回は開封したいなと思います。はい、まあ、プロスビラビリンスの方もちろん、エナジーもね使わずに契約書もね結構もらえるイベントなんでね、まあ良かったかなと思います。あとまあ宝箱報酬まだ、A ランク契約書とかゴールド契約書とか A ランク特訓コーチとかねエナジーとかもいっぱいありますんでね、この辺はきっちり、まあ、無課金でやってますんでね、この辺はもらえるものは全部もらって、今後やっていこうかなと思ってます。はい、それでは契約書の方いきます。S ランク 30% 契約書と S ランク契約書がありますんで、 S ランク確率 30% 契約書からいきます。一番下です。はい、これですね、プロスピラビリンス宝箱報酬 S ランク確率 30% 契約書、まあ、このアカウント阪神純正だけでやってますんで、できれば阪神の S ランク選手来てほしいなと思ってます。それではいきます。 S ランク確率 30% 契約書お願いします。 S ランク来い。おー渋いな。割れろ。あー割れへんか。桜井選手巨人ですね。はい、S ランクも来ず阪神も来ずということで、まあまあしゃあないですね。はい、厳しい。はい、それではプロスピラビリンス、激ヤバのねボス激ヤ報酬の S ランク契約書これ開封したいなと思います。阪神純正だけでやってますんで、阪神の選手期待してます。お願いします。いきます。阪神来い。おー、いい演出です。さあ阪神来てくれ。さあどう。海田選手っていうんですかね、オリックスですね。阪神こずということでまあまあしゃあないですね。はい、海田選手でよかったかな名前。はい、海田智幸選手ですね、オリックスの選手です。はい、残念。まあまあしゃあないですね。はい、まあ、今回こんな感じなんですけども、一応ですね、大抽選会の方ですけども、またあと1日と23時間ということですけども、一応まあ 前にも言いましたように、この A 賞ですね、 S ランク自チーム契約書10枚と1000エナジー、これをもらえる A 賞に、今のところ全部突っ込んでますんで、まあ、もう A 賞だけに応募していこうかなと思ってます。はい、まあ、今のところ今31枚ですね。はい、まあもしね外れてもエナジーもエナジーで返ってきますんでね、まあ外れてもいいかなと。もし当たればねもうすごいことになりますんで、ここに全部かけてます。はい、今回はこんな感じですね。まあちょっとラビリンスのね累計で S ランク役所で阪神の選手は来てくれませんでしたけども、 S ランク確率 30% もちょっと S ランク来てくれませんでしたので残念でしたけど、まあラビリンスの方まだ宝箱報酬の方でね A ランク役所とかこの辺ありますんでね、この辺もまあきっちり取って、やっていきたいなと思ってます。まあ今回はこんな感じですね。はい、また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上トラキチでした。